さあ始めましょうか。素敵だわ。クールなところがいいの。とても強いんだから。いきなりなんか始まったぞ。松葉、ほんまに綺麗。イカルの湖、なんかいろんな話が展開されているな。俺って何が何だかさっぱりわからんぞ。俺もポケモン、俺もギャラドスと一緒になんかどっか遠い旅に出たい。へえ、すごい、なんかいい感じのあれだな。夜も相まってなんか結構いい感じの出てるな。醸し出してよ。はあ、これ持ってきな。宝探し。焼けた島にも宝があるという噂。ほう、読んでみるか。2つの塔がありポケモンが迷える場所でした。塔が燃えて以来ポケモン見かけなくなった。イエス、ポケモンたちがいた。雷、炎、水の生まれ変わりと言われていた。持て余しあちこちの草むらを風に駆け抜けていた。へえ、伝説だな。お、なんだなんだ。ほほほ、なんかすげえあれだな、物々しいな。なんか大丈夫か、あそこちょっと心配になってきたぞ。明るくなる。病気のせいでバテちゃって、なんか結構あれだな、ね、いろんな話があるぜ。真っ暗なと思ったらポケモン飛んでおった。竜な鳥のようなポケモン。ほう、いるのかもしれんぞ。一般的なちょっと民家待ってか、最初に。ほう、波乗り、歴史が流れる町、叫び声。気のせいじゃろうか。それは気のせいじゃないんじゃない。ここはそれ行ってみるか。ちょっとよいよ、あれロケットなんじゃ。あれフラダンスを見せてみろや。こういう人もいるもんね、なんかね。ドアハハ、ろくでもねえやつじゃな。まったく誰も何もやってくれないのか。わしの、ミスターサタンみたいなやつだなこいつ。無言、無の境地。でんでんでん、いきますか。サクッといきましょう。一体しかいない、ドガーズ。すぐに終わらせてやるぜ、水鉄砲。お前に負ける道理はない。毒ガスやめてくれ、俺は毒は嫌なんだ。やめて、しゃあないな、せっかくポケセン行ったばっかりなのに。ドアー、この毒をうまく活用したらあれだよな、ほんと世界を滅ぼせるような。なんか下っ端の下っ端。よし、ボラをなぜ知っている。あの方の人を見る目、誰の話してんの。やばいやばいやばい、秘伝魔神さん、それはあれなんじゃないのか。波乗り、やばい、ついに来たぞ。ちょ待って、あったっけ。何でもなし使うかじゃん。俺は使うぜ。一刻も早く良くなってほしいからな。苦し、長く苦しんでほしくなるわ。どれだ、あった。めちゃくちゃ強くない？ヒーロー95だよ。水鉄砲だってもうあれだろ？ 60 ぐらいだろ。60もないか。40じゃねえかよ。よし。これの倍以上強いっておったぞ。とてつもない話だぜ。でくでてん。いいものもらったな。ありがとう。やるたの。
本気出したら、へえ、そうなの。何をしてんのお前、勝手にやっとけ。デクデクデクデデデ、飛び起きるエイフィー。へえ、なんか昼に育っているかなんか夜に育っているかみたいな、そういう感じだったっけ、記憶にないけど。いい感じの空気だな。二つの塔があったらしい。鈴の塔。なんだね、ここは。そう簡単に降りてこない。何かが必要。へえ。教えてくれなその気がするけど。光るポケモンが渦巻く海の底に眠る。想像もつかん。鳳凰が身を、お、作られました。呼び戻すために人間が登っておきながら誰一人、あ、そうなんだ。行くだけ無駄でしょうって。そんなにかよ。焼けてしまった。うん、よし、波で覚えたぞ。どこでも行けるぜ。俺にはそんな予感がするんだ。焼けだと結構やばそうだな。今なんか上の方になんかいなかった。何がいた今。ちょっともう一回見せて。何、何あれ、ラッタか。ラッタかよ。なんだと。おお、なんかいる、なんかいるぞ。真ん中に変なやつがいる。不審者がおる。ん、絡まれた。ミナキ、スイ君という名のポケモンさんが 下にいるぞ。ボーラオだ。マサラタウン、マサラタウンじゃねえよ。すぐどっか走り、ここからじゃあモンスターボール投げればいいじゃん。マスターボール投げれば、もしかしたら当たるかもしれん。おお、なんかいろいろいるな。あそこにもなんか上にもなんか変なやついたぞ今。なんだよ。なんで逃げんだよ。嘘つけ。スイクエンテ来航という伝説のポケモンにまつわる一切がある。なるほど。今俺から逃げただろ。一体何が目的なんだ。そしてこのテンションの高い曲。伝説のポケモン捕まえて自分よく強く見せと思っています。お前って死にすんな。誓った俺にこそ似合う。そうなんだ。お前なんだかんださ、あれだよね、そう言っておきながらなんか自分同じポケモンしか使ってねえよな。俺と一緒で。なんだかんだけど、ほらほら、またゴス使ってた。ツンデレってやつか、これが。お前強いポケモンにしか興味がないと言ってる割には俺と似たようなことやってるじゃないか。どういうつもりなんだ、説明してみろ。どうされたのくんだろ。いいぜ、どんどん上がっていく。最高だぜ。ベイリフ来たな。誰で行く。ビクトール行きます。さあやってみるか。今度はサクッと終わらせてやるぜ。お、なかなか、なかなか粘りそうじゃないか。ビクトール大丈夫か。大丈夫だ。もうちょい粘ってくれ。お前ならいける。俺たちならいける。まずこれとケチョンケチョンしよう。光合成もしかして回復するやつ、もしかして。おお、勘弁してくれよ。なるほど、それは目的か。それでじわじわやっていくっていう、そういうあれだな。これは独特だったらもっとやばかったな。とてつもない野郎だぜ。戦略を練ってきやがったな。戦略を練ってきてるな、こいつ。この方法で攻めていく。いい加減にしろ、こいつは。めちゃくちゃにしてもらうぞ、ジャンヌに。シューッ、交代します。こいつ、いい加減にしろ、本当に。行くぜ、ジャンヌ。ちょっと見せつけてやろうとするか。あまりにもいい加減、いい加減にしなさいよと。あまり調子に乗るなよ。貴様が何をしようが、こいつの前では全てが無意味となる。何をしている。よし、決まった。とりあえずはこれで OK だ。ぶった切ってやるぜ。いやぎれ、全然食らわねえ。
よーし、いいぞ。ビクトール。よーし、一気に畳みかけるぞ。ふざけた真似ばかりしやがって。それも貴様のあがきもなかなか面白かったが、それも全てここでおしまいにしてやろう。あがくものは美しい、だがこの風の美しさには誰もかなわない。よーし、よかった。竜巻ってなんだよ。ドラゴンタイプ40、ひるむせることが、お、強いじゃん、結構。風起こし、いるか、体当たりいらないな。ドラゴンタイプ。なるほど。ドラゴンポケモンのあれだな、必殺。必殺のあれになるかもしれない。行くぜ、サム。まったく、長引かせやがって。ブルブル。一発で決めようぜ。お、意外とこれ強いぞ。粘るじゃないか。まあこいつのいいところあれだよね、相手も使ってこないってことだな。他のジムリーダーたちと違ってなかなか良心的なやつなのか、それともプライドが高いのか。よーし、ああ、なるほど、そういうことね。そうだ、忘れた、リフレクターがあったからか、あんなに硬かったのか。まだそんなこと言ってよ。ふん、あがくやつは嫌いじゃないぜ。ふん、遊びすぎてしまう、言い訳がましいやつ。何がしたいねん。どっから攻めていく？あなた取れな？ベレベレブンプクブンプクブン。火のことは知ってる。お前たちが燃やしたんじゃないの？実は。だから怖さを知ってるでよかった。そういうことで OK？ ドゥン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 。ぬるい。引っかくいらねえよな。俺なんであの技まだ覚えてんだ。強っ。一撃。礼儀正しいやつだな。ドゥ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 。ライバルのあれどうにかしたいな。あれ対策をどうせまた出てくんだろうって。また同じことやるとはたまたまじゃないからな。まあそれまでにはさすがにもっとなんかいろいろ強い技覚えてるだろうから、まあ一気にまあ攻め立てることができるとできるかもしれんけど、もう勘弁してほしいね、個人的には。リザード突っ込み忘れたけど、まさかあいつが出てくるだなんて。だがあいつではない、俺の知っているあいつではない。てんてん、ドガース、ドガースいいよな。ドガース、アーボック、ベトベタ、スピアーみたいな感じで、ちょっとなんか結構いい感じの悪そうな軍団でちょっと固めたい。俺はリーフグリーンやった時に今度それやってみるわ。じゃあ、あー、曰くだ、あ、使えんじゃん。あ、そうか、リーフグリーンみたいになった時に今度あれだな。別の組み合わせでちょっと。主人公誰にしようしたら。不思議だねば。バランスでいったらどれがいいんだろうな。草ポケモン結構まだ悪いやついそうだけど。あーでも草ポケモンって今そんなにいないか、意外と。ドガース、アーボックってかタイプが被ってるからな。タイプあんま被らせたくないんだよね、個人的には。これどこ行けないのか。こっちも行けなそうな感じがするけど。あれ、岩、お。はい、なんじゃい。あいつだけやったらなんかあれだな。あいつは礼儀正しいやつだった。
10年近く。もう初めてだ。感動だぜ。力を認めた人間のそばに寄ってくる。へえ。積極的に。これ岩じゃん。これあれじゃん。帰りきないと先に進めないんじゃないの。ここは逃げるか。ああ、取れない。なんてことだ。もったいないな。せっかくここまで来たのに。怪力だろ？怪力なかったっけ近くに。もうちょい探索が。探索できんぞ、これじゃ。あれ、こんな人いたっけ？無人のポケモン。深い悲しみを覚え。へえ、ジムリーダーだったんだ。すごいね。この街面白いな、なんか。歴史があって面白い。あ、これ誰か、エンジジムに行けるようになったとか。エンジジム結構やばいんじゃないのと俺は思うんだが。いや、怪力確か近くになった気がするんだよな。こっちは。すり鉢山。へぇ。てぇてぇてぇ。長寿タン。てってくれーん、てぇてぇてぇ。ゼルダの曲でも流れそうな感じだ。シャドウクロー。シャドウクローめっちゃ強いんじゃん。シャドウクロー強そうだな。急所に当たりやすい。おお、70。結構いい感じじゃない？さも覚えられんじゃん。どうしよう。ガーレルも覚えられるぞ。これ結構いいあれなんじゃないの？欲しいな。1個欲しいな。おお。これあげるから泣かないで。なんじゃ、ああ、来た来た来た。これよ、これ。邪魔気ならずいずいと動かさできる。あ、これで OK だ。まあ、とりあえず考えるか。だとあれだろ？あのジム、確かゴーストタイプがメインだったよね。で、ゴーストが弱点だべ。ガラエル、メイン誰になりそうかな？多分ガラエルだべ。ガラエルに、まあでもガラエル波乗りがあるからな。波乗りで結構まあだいぶ攻めることできるでしょ。逆にサムちゃんとかなんもできないよね、現時点で。で、ジャンヌはまあしびれ粉しか使えないみたいな感じだよな。って考えたら、まあちょっとまあ順番だとまあシャドウクロウあれだな。ちょっとサムちゃんに覚えさせたい気もするけど、なんか。怪力結構強いよね。覚えさせるよ。お、ガラエルも剣だ。ノーマル欲しいやんな。ノーマル技。続きもう、まあ、しょうがねえか。ブレックロはちょっと、ブレックロでもいい、まあ、そんなもあれだよな。正直いらない、まあ、いらないっつうかなんか、せっかく覚えてくれたけど。なんとも言えんな。難しいな、これな。ん？これこっちか。あれ、サムちゃんか。逆にゴーストタイプと他になんかあれだよな。あんま使い道なさそうなんだよな。挑発？あ、なんだっけ。物理じゃねえ。ダメージ与える技しか使えなくなるようにするんだっけ。でも別にあれだよね。そんなに重要なあれじゃないか。そこまで。トゥントゥン。こらった。うん。まあ個人的にはちょっとシャドウクロー。シャドウクローって名前、なんか爪っぽいしな。サムちゃんに覚えさせて。やっていきたい気もする。ここ何があんの？ここ。なんかあった？なんもなくね？逆にまあこういうとこ怪しいけど。あれ？ああ、戻るって感じ？なるほど。まあちょうどいいから、まあ時間に回すか。そこで何が待ち構えているのか。ファインドアウト、ネクストタイム。戦争チャンス。